Welcome to my channel. こんにちは。現役高校音楽教師ピアニストまゆみです。増水した川、川の流れ、水の流れの音を聞くのを私は好きです。あそこにね、カモがいるの見えます？なんかね、流れに逆らって必死なの。はい、それではよろしくお願いします。ここはですね、アスケというところです。豊田市のね、はい、あ、そこね、あそこね、あそこね、ほらほら、うん。ここね、私好きなところで、この白っていうんですかね、黄色の彼岸花、そして赤い彼岸花が美しくここ咲くんですよ。ここはね、川沿いのね、道でほとんどの人来ないの、地元の人しか知らない道だと思います。うん、ここすごく好き。私撮れる時にたくさん撮っているので、ああ素晴らしい、そのトヨタの蓬莱線というところの帰りなんですけど、ここいいですね。あそこにね、お地蔵様が並んでいるんだけれど、この後ろにバッとこうね、彼岸花がたくさん咲いてて、すごいですね。極楽の江戸ようですね。はい。この、まあ年内どんな風にしていこうかなっていう話はしたかと思うんですけど、一旦決めましたらものすごく気が楽になりました。どうですか皆さん。私ね、栄養とかに関してもね、いろんなものをバラエティに富んで食べなきゃいけないとかすごく思っていたので、最初は油を使わないでどうやって料理するんだろうってマジで思ってたんですね。で、そのお素晴らしい、うん、あそこに何か書いてあるんだけれども、あちら側に向いてるから読めないんだよね。あそこに看板があるんだけれどね、うん、でやろうと思えばできるんですよね。でも友人に言うとね、目を丸くしてしまって、やっぱりどうやってやるのって言われて、まあ、かつて私もそうだっただけに上手に説明できません。まあですから自分が体現していくしかないのかなっていうふうに思っています。でよく考えてみれば当たり前なんですけど、まあ、成功うどくでいいわけですよね。うわー美しい。ここに今アゲハがほらほらそこそこいますね。ここ、毎年私彼岸花を撮るときに申し上げてるんですけど、彼岸花ってもともとは田んぼのあぜ道に咲いてますよね。でそれは枯れたら肥料になるからいいと、それから根から毒が出ると。なのでお墓のそばに咲いているのは昔は土葬だったので、そのお墓にそのモグラなどが行かないようにという、昔の人がやってることっていうのは全部理にかなっているわけですね。でそれを今全部壊してしまったんだよね、昔の人の先人の知恵を。だから今おかしなことになってるっていうのはよくよくよく分かりました。よく吉野先生が繰り返し言っておられますけど、まあ面白おかしくおっしゃるのであんまり響かない方ももしかしたらいるのかなと思うんですけど、その生成されたというか、その凝縮されたものを簡単に一口で取れてしまうっていうのがどれほど危ないことか危険なことかっていうのは、説明されてもあんまりピンとこないんじゃないかと思うんですよね。私今度ね、庭のハーブを使って、それは少し皆さんにお話ししてみようと思いますよ。こういうね、美しいところを歩いてると本当に、どうしてなんかこうキョロキョロしてたのかなって思いますよね。目に入ってたんだけど、こういう美しさはなんかもっと遠くまで走っていって何かしなきゃいけないっていう風に思ってた自分がいます。まあそもそも日本にいて西洋音楽をやってますので、まあ、ある意味少し無理はしているわけですよね。無理っていうか、美しさはに洋の東西はないけどね、まあでもやっぱり
なんていうのかな、和の美しさ、和の美しさを知ってるから洋の美しさもわかると思いますけどね。本質に帰る、その成功うどくっていうことに、その言葉だけではなくて本当に心からそう思って実行できそうな気がしてきました。私は車という自分の手足になってくれて、自分を遠くまで連れて行ってくれる手足を持っているので、一人で出かけることができます。で、かつてというか、少し本当に少し前まで、女性ってどこに行くんでも友人とつるんで行くんですよね。私の友人で映画を一人で見たことがないっていうふうに平気で言う人が今でもいます。で、だから私もね、なんかその一人で行動できるってあんまり女性としては良くないのかなって思ってたっていう、バカみたいな時代もありましたけど、まあコロナ禍を経て、まあ一人にならざるを得なくなり、まあ一人で暮らしてるわけではないのでそれはできませんけれどもね、まあでもなんか、まあ、結局人間一人ですしね。なので、自分を上手にいつも機嫌よくさせるっていうのはどういうことなのかと、まあ、いろいろな賢人、先人の賢人がいろいろ言っていらっしゃるし、言葉としては分かっていたし、知識としても分かっていたけれど、なかなかその腑に落とすことができなかった。で、今回のこの10月からのこのお注射騒ぎで、普通に考えたら絶対におかしいことが通ってしまうっていうことが起きている中で、どうしていったらいいんだろうって考えた時に、考えてもどうしようもないってことが分かったんですね。で、その矢作直樹先生みたいな考え方って素晴らしいし、吉野先生みたいな方がいらっしゃるのも素晴らしいし、まあ、それ以外にも もちろん正しいことをしっかりと発信されていらっしゃる方もたくさんいらっしゃるんだけれども、まあ、自分はどれを選択するのかっていう話ですし、まあそうなんですよ。同居の母にね、何をそんなに恐れているのって言われて、私もちょっと驚いてしまったんですけど、いや、80歳まで生きられた人にはわからないかもしれないけれど、私はまだ行きたいところもあるし、やりたいこともたくさんあるから、まだ生きていたいわっていうふうに言ったんですけど、まあわからないでしょうね。私体弱かって本当に、あ、このままだと死んでしまうんだなと思ったことが人生で何回もあったので、そういう修羅場を何回もくぐり抜けてきているから、今生きていることっていうのはかなり奇跡だっていうことはいつも思ってはいるんですね。すごいでしょ、この増水した川。なので、普通の健康な方よりはそういうことを普段から考えています。そして体は弱いけれども、まあ、ピアノを弾くという能力を与えられていることに感謝をしています。これからまたピアノの前からね、しっかりと撮影して投稿していく回を増やしてまいりますので、はい、でも今日はね、ここ本当に好きなところで、美しいので、ぜひ皆様にお見せしたいなと思いました。はい、いつもありがとうございます。ぜひね、乗り切ってまいりましょうね。世の中に美しいものたくさんあるし、日本は素晴らしい国だし、はい、私のねチャンネルを見つけてくださって、見てくださる方って本当に奇特な方だと思っておりますよ。ありがとうございます。それではまた別の投稿でお会いいたしましょう。 Thank you for watching。 最後までご視聴ありがとうございました。